はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月10日魚座の新月から3月25日月食までの2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。お知らせなんですけれども、占星術が好きとか星が好きとかですね、あとタロットも好きですっていう方は、私の方でメンバーシップをやっています。毎月勉強したりとか、勉強したい人に関してはね、300本以上の動画が見放題ですし、特に勉強したいわけじゃないけど、お話だけ聞きたいなとか、私を題材にやってくださいっていう方はですね、実際題材に使わせていただいたりとかして、公開鑑定もメンバーシップの方優先に案内していますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。皆さんのご参加もお待ちしております。では行きましょうか。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。双子座さんね、行きます。エンペラー逆スター、インジャ逆デビル、強いムーン、全部ダイアルカナですね。逆ムーン逆1、ジャスティス逆1 はい、ワンドに、そしてワンドの7逆とペンタクス6とオラクルは鳳凰です。強い、すごいですね。まあこの時期って双子座の皆さん、この星で見た時に今すごく社会運があるんですね。で、社会運がある時っていうのは、実際仕事がこうなんか盛り上がったりとか、人脈が広がったりとか、環境的に恵まれるっていうことが多いんです。で、これはお仕事していてもしてなくても一緒です。してなくても社会と関わるきっかけがあるとか、お仕事してる方はより一層社会で関わって、上司と関わる機会があるとか、名の人と関わる機会があるとか、自分を社会押し出していくようなチャンスがあるっていう時なんですね。で、はい、でカードで見てもなんかもうそのチャンスありありっていう感じがしてて、ただ自分の意識がそのもっとこうでありたいっていう、こう理想を掲げていて、それに対して今まだそこまでできてないんだとか、もうちょっとでできるのにとかって、そういうなんかもどかしさみたいなものを感じてるのかなっていう感じはしますが、運勢としてはとても強いです。なのでこれは強い運であればあるほど、乗りこなすには技術が必要なんですね。経験が必要なんですよね。なので何か今こう大きな波が来てるとか、プレッシャーがあるっていう方は、もうそれだけで、あ、今波来てる、波乗ってるって思っておいてください。で、それを自分の意識がうまくいってるとかうまくいってないとかっていう判断をしてますが、その意識抜けたとしてもうまくいってますから、もうすでに乗ってますから、この流れの中に。なのであとはどれだけ力を抜いて、その流れに乗っていくか、流れに沿っていくかみたいな感じかな。考えたところで答えが出る問題と、考えても答えが出ない問題あると思うんですけど、まあ、大抵人って考えても答えが出ない問題のことで頭をずっとぐるぐる回らせて悩んで、なんとなく自分の波動を曇らせてるっていう方が多いので、それだけは注意してくださいね。なので今こうカードで見た時に、もっと頑張れるはずなのにできてないとか、何かその理想に対してそこまでできてない自分を責めてるのかなって感じがしたので、いやいやいや、そんな責めなくても十分今チャンス来てますし、十分自分の力を発揮してますよっていうふうに言われてる気がしたんです。これだけダイアルカナが強いとね、本当にそうだと思いますよ。ただ本当にこれでいいのかっていう、その確証がないとか、ゴールが見えないとか、そういう思いでもう悶としてるかもしれないですけど、こっからやっと霧が晴れていくっていうか、やっと見えてくる、あ、なんだ、私がやってたことって本当に価値があったじゃないとか、無駄じゃなかったんだみたいなことを感じていくような気がします。ちょっとその前にこのデビル見てみようかな。何にとらわれてるんでしょうか。ここでもジャスティス出てますね。こっちでも出てるんですけど、何が正しいとかとか、どっちの道がいいのかっていう、その思考の迷いの、これでも2のソードの2ですもんね。思考で損得を考えていると全く答えが出ないって感じです。こっちがいい、いやでもあれもいい、いやこれはこういうとこがいい、いやでもこれがみたいに、もう条件だけ並べて
損得とかで考えていても全く答えが出ないので、そういう条件で選ぶというよりはもっと深いところにあるなんていうのかな、信念みたいな、こうどっちが、例えばですけど家を買うとかってなると、もちろん金額はいくらでとか立地はどうでとか、そういうこう情報とか条件でもちろん選びますけれども、それよりも一番大事なのは何だったっけって言ったら、どんな家を作りたかったのか、どんな家族を持ちたかったのかみたいな自分の思い信念の方が大事だよねって、それを基準に考えたら見えてくる答えが出てくるよって感じがしました。なので今特に社会運が強い時だからこそ、自分がどんな風に生きたいのかっていう、まあ、特にね、双子座の皆さんは今年ね、もう大きな年ですから、特に前半の、ね、6月ぐらいまでっていうのはもう本当に迷ったりとか、いろんなこう手放しがあったりとか変化っていうのがあるので、余計にこの道で合ってるのか、これ本当に手放していいのかとか、こういろいろ考えると思うんですけれど、運があるからこそ考えると思っておいてくださいね。運がないからこんなことになってるんだとかではなく、運勢がいいからこそ、強いからこそ、人生を真剣に考えて手放していくものは手放していく、やめるものはやめていくっていう風に人生を作っていくんだなと思っておいてください。そしてなので、今もし迷いの中にいるとか大きな決断を迫られている方にとっては、さっき言った条件ではなく、その奥にある自分の信念を思い出してみてください。そうするとスッと答えは出てくるのかなって感じがします。迷いやすいですけどね、今どうしても二子座の皆さん頭いい方も多いですし、器用だからこうなったらこうするし、ああしなったらこうするしって、もう万全の策を二の手三の手を用意していきたいと思うんですけど、その二の手三の手を決められないっていうもどかしさがあるのかなって感じがしますが、大丈夫ですよみたいな感じもあって、もうリスクをねこう潰していくっていうよりは、今もうすでに流れに乗ってるかし、この流れの中でいかようにもできるわけだから、自分の頭で答えを出そうとせずに、とにかく流れに乗ってみたいな感じで、準備ができてないと思っていても全然 OK ですと言われてます。はい、ちょっとね、精神的には満足しにくいかもしれません。この本当に自分が求めているものを得る、この落ち着かないこの状況の中では、なんか何かが欲しいとか、こう何か安定させたいとかって思いがあるかもしれないんですけれども、そうやってもがきながらも実は流れてるよみたいな、ちゃんと進んでるよっていうのをメッセージだと思いました。なので最初の言った、その本当に自分が求めてるもの、どう生きたいのかとか、どうありたいのかっていうことだけをちゃんと持っていれば何の問題もないですよっていう感じで言われています。そしてこの後ですね、まあ、特に3月20日過ぎたことぐらいからだと思うんですけど、なんていうかな、救いが来るというか、楽しくなるというかね、こう大きな決断が例えばあるとして、でそれを どんだけどっちが苦しいだろうかっていうよりも、あ、こっちに行ったらこんな喜びあるんだなって、こう喜びが見えてくるっていう感じがするんですね。でその喜びが見えることによって選択しやすくなるし、決めやすくなるので、まあちょっとゆっくり待ってみてください。3月20日以降だと思います。うん、そして、もう一つやっぱメッセージとしてなんですけども、何かこの状況を解決するために自分が何かの手を打たなきゃいけないんじゃないかって思っているかもしれないんですけど、何も打たなくていいよみたいな感じがあって、実はそのもがいているのは自分の思考の中だけであって、すでにもう運勢の中にちゃんと流れているし、ちゃんとなるように収まるように宇宙はちゃんと用意してますからみたいな感じもあり、まあもちろん私は意思でね、その人の意思とかマインドで現実を作っていけるよっていうふうにいつも言ってるので、いやいやいや自分で決めましょうよって言いたいとこなんですけど、この2週間に関してはちょっと流されてみてくださいっていうか、飲まれてみてくださいっていう感じがしました。なぜならば、その中でこそ見えてくるその本当の信念、気づく信念があるとか、なんていうのかな、頭で考えて決めるっていうのは結構まあエゴ的な判断だったりするかもしれないんですけど、もっと大きな、なんか本当何か大きなものに導かれて
たどり着くとこがあるんだよみたいな感じがしたんです、このオラクルがね。まあ、これは非常に相談者とか自分の中の信念とかそういう感じのメッセージなので、まあ、それが救ってくれるよみたいな感じがあったんです。ちょっと もう一枚見てみますね。ソードのエースということで、非常に聡明ですね。やっぱりソードのナイトということで、もう走っていきたいって感じ。そしてワンドのクイーンということで、大丈夫です、もう大丈夫です。頭の中でごちゃごちゃ考えたり、なんでこんな状況になってるのとか、どうなるのと思ったとしても、もうそうやって思うこと自体も全て流れのままみたいな感じがあって、ちゃんと答えは出てきますので、安心してこの流れに乗っておいてください。そんな感じがしました。ちょっと気をつけることを見てみますね。はい、インディペンデンスということで、独立していくんですね。独立、何から自立していきますか。独立とか自立、何から自立していくでしょうか。双子座の皆さん、まあでももうほとんど見えてきてると思うんですよね。何か、あ、これをもう手放すんだなとか、もうやめていくんだなってことは見えてるはず。ただそこに至るまで大丈夫っていう、このなんか不安な気持ちがあると思うんですけど、全然大丈夫ですって感じがするので、本当にそれはなんか安心しててほしいなって感じがします。もう自分がもうより良い方向にね、自分で歩いていくんだって、そう決めるだけでいいって感じです。対策見ます。そのままの自分でいいんですよって言われてます。そうですよね。なんかもっと自分には馬力がないと進めないとか、例えば自転車がないと漕いでいけないとか、車がないと進めないと思ってるかもしれないけど、自分の足で進める距離だけでいいんですよ、進めるのはっていう感じがしました。今回はこのカードで無理に早く進まなくてもいいですね。そしてこの2週間で得られるものは、はい、フローということで、やっぱり流れていってください。もうこの流れに流れていってください。大丈夫、それで大丈夫って感じがします。力を抜いてね、流れてみてください。そして最後は、はい、ピース、幸せ、安心、安定、ちゃんと安心する場所に落ち着くって感じがあるし、まあ、このカードっていうのは本当の自分の中心に宇宙はあるっていう感じのカードなので、もしね動揺してるって思ったら、深く呼吸して自分の中心につながるようにしてください。そうすることで見えてくる安心感もあるし、分かるって感じがします。はい、そんな感じかな。ちょっと抽象的でしたでしょうか。人間関係で言うと、本当にね、頑張りすぎないっていう感じですかね。自分がもっとしっかりしなきゃとか、もっとこういう人でなければって思うことを手放す。もうできないです、ごめんなさいとか、そういう感じでいいっていう感じがします。そういうなんか素の自分を見せることによって、本来の信頼関係、ちゃんと気づけますよとか、その何ができるという役割ではなく、本来の自分というものを相手にもちゃんと分かってもらえますよというふうに出ているので、変に頑張らなくていいなという感じがしました、人間関係ではね。ということで今回ここまでしておきます。もし何かしら良かったですとか、分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。では次また25日までに次の動画をアップしたいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。